ワインのハマり方を教えてあげよう。俺もワイン全然知らんかったんやけど、ワインは、そういうワインめっちゃ売ってるとこに行って、ソムリエさんとかいるやん。その人に、ちょっとワインあんま飲んだことなくて、初心者でも飲めそうな美味しいワインで、今日は予算が5000円ぐらいです、みたいな。最高で7000円ぐらいなんですけど、その中で飲みやすいワイン教えてくださいって言ったら、あいつらソムリエやから、めちゃくちゃ詳しいから、すげえいいの選んでくれんの。それだったらここの何々のワインがおすすめですみたいな。で、畑の話までしてくれるやついるから。ここのどこどこのやつは、何々っていう畑で作られてて、どうどうどうで、まあワインとかにも、俺も全然知らんねんけど、プロデュースする人がいるんよ。ワインで。で、その人がプロデュースしたらめっちゃいいワインみたいなのがあって、で、俺も知らんけど、なんかこれではどこどこの何々っていう人がプロデュースしてるワインやから、すごい信頼度も高いし、なんか本当はめちゃくちゃ高いワインを作ってるんやけど、このワインはその人がなんかリーズナブルなみたいな感じで、作ったワインですごいいいワインですみたいな感じで教えてくれんの。いや、俺、すごい、めっちゃそういうの聞くと、かっこいいなって思うタイプやから、ワインのソムリエの人たち、すげえかっこいいなと思っちゃうよな。だから、将来的にちょっとソムリエの、なんか、検定みたいのを受けるために、ソムリエ塾みたいのをちょっと通いたいなって思う、レベル。いや、結構ね、まあ俺オタクやん。で、デバイスとかもめっちゃ好きやん。だからそういう方向性の楽しみ方を感じるっていうか、超楽しいよ。安いからダメってわけでもない。そう。そうやね。まあもちろん安いから、まずいやつもあんねんけど、安いから、だからセブンイレブンとかみんなまずいって思ってるやん。うまいのちゃんとあるからな。美味しいセブンのワインあんねん。YouTube とかで調べれば一緒に出てくるよ。セブン美味しいワインって。ちゃんと美味しいから。ワインって高級なイメージ強いけど、ワインってもともとさ、昔の中世のヨーロッパみたいなところはさ、木のグラスでさ、パーンって乾杯するぐらいで飲むぐらいの安酒なんや、ワインなんか。だからワインって安酒やねん。基本的に。ワインは安くてもうまいねん。あとワインは酔える。しかも、悪酔い。ワインはマジで酔えるし悪酔いするから。ワインでごく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 飲めていつの間にかめちゃくちゃ酔ってるから。もうこれ一本あげたらめっちゃ酔ってるから。ありえんぐらい。でもな、ワインマジうまいよ。ワインは本当に美味しいから。ワインって太ったりしない？ワインって太るん？知らん。日本酒は太るって聞くけど。ワイン、太る。ワインは、他の酒よりはカロリーは低い。ワインは、赤ワイン1杯で 1.5g、白ワインで 2.0g ほどの糖質があります。ビールは3.1、日本酒は4.1。ただ、ワインのお供がチーズ、生ハム、ナッツ、ドライフルーツ、チョコレートとかで、カロリーが高めだったり、糖質が高めのものを含まれてるから、そういうものを、食前酒としてワインを飲むと、食欲が増進してそういうものを食べちゃうから、ワインを飲むのはちょっと避けた方がいいかもね、みたいな。結局、これを読むとやっぱり、ハイボールが一番最強っていう。鶏のささみ食ってもハイボールは合うからね。な、お酒みんな何で嫌いな人さ、お酒なんで嫌いになった？味がまずい？アルコールに弱い。でもアルコール弱い以外であるやん。お酒嫌いな理由。オッケー。お酒がマジで飲めるかどうか不安なやつ。ちゃんと美味しいのを飲もう。一番最初にチェーン店とかのお酒を飲むのをまずやめよう。やっとお酒解禁や。お酒飲むぞってなった時にコンビニのお酒を飲むのをやめよう。ちゃんと、日本酒やったら日本酒、ワインやったらワイン。何でもいいから、美味しいのを飲もう。ウイスキーでも、何でも。ああ、でも最初にハイボールはきついかな、ちょっと。日本酒、ワイン。何やろうな。
サワー系やと梅酒サワーとか。梅酒サワーとかいいんじゃないかな、お酒に。梅酒、ソーダ割り、柚子酒、ソーダ割り。で、ご飯も美味しいのを食べた方がいい。なんで、ヨーロッパの方はワインが流行ってて、日本酒は日本で流行ってんのかよ。よく考えたらわかんねえ。その地方で作られてる国民のがよく食べてるご飯に合わせてお酒って作られてるから、日本酒を飲むんやったら、日本独自の海鮮とか、そういうのじゃないとまずいわけ。だからよく居酒屋とか行って、普通の居酒屋で日本酒適当に頼んで飲んで日本酒まずってなるの当たり前やね。だってその国のご飯じゃない、ほぼその国のご飯って言えるものじゃないプラスまずい日本酒飲んでねえからまずいんよ。たまにそのクラッカーの上に酒粕チーズみたいなのが乗っててめっちゃ合うやつはあんねんけど、基本日本酒なんかお寿司とか刺身と一緒に飲むのがうまいんやから、だからそこの出会いやと思うで。で、ビールに関しては、日本のビールは、最初飲まん方がいい。最初は、レーベンブロイ。コロナビールじゃなくて、レーベンブロイっていう酒を飲んでください。皆さん、レーベンブロイっていう酒があるんですけど、ビール苦手なやつ飲んだら、ビール好きになるから。あとは、高原ビール。長野県とかが作ってる、高原ビールみたいなのがあんねんけど、そういうのは海外っぽいビールだから苦味が少なめ。だからコンビニとかで売ってるビールじゃなくて、ちょっと瓶で売ってるやつとか、お酒屋さん行った時に売ってる高原ビールみたいなやつを買うと、あれ？ビール美味しいかもしれんって思う。で、最初なんかジュースみたいに下の先っちょでチュパチュパしながら味わうんじゃなくて、舌ってここのこの部分、ここが一番味を感じやすい期間やから、ここで味わうんじゃなくて、もっと喉の方でビールを味わう。喉越しっていうやつやな。それで味わうと、あれ？ビールうまくねってなんねん。喉越しで最初は楽しむべきやで、ビールは。今までに味わったことのない飲み物の感覚があるから、喉越し。だから唐揚げ食ってビールで、ここで薬、粉薬飲むときと一緒の感覚。わかる？ここで味わったら粉薬ってすげえまずいやん。でもさ、粉薬ってさ、舌じゃなくて、この一個先？ここの部分において飲むと、意外と飲めるやろ？だから、その感覚でビールを飲むと、喉越しに、で流し込む、あ、気持ちいいって感覚があんねん。で、それでビールを飲むと、だん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 癖になってきて、日本のビール飲めるよ。で、日本のビールは、基本的にキンキンに冷えてるから、それが美味しいね。だから、喉越しみたいな CM がよく多いねんけど、海外のビールって基本ぬるいから、海外のビールは美味しく作られてる。すごいなんかフルーティーな感じだとか、酸味を感じるようなレモンとか、オレンジみたいなのは感じる。そう。味だけでやるんやったら、海外のビールがいいけど、まあ、海外のビールでももちろん苦味とか、あるねんけど、基本、日本は、すごいそういう、苦味、香りみたいな感じのが多いから。だから最初は、ビール嫌いな人は喉越しで味わうべき。俺なんかその、チャレンジみたいな感じのが好きやから、そのビール最初飲んで、ウェーってなったんやけど、ある日、ごくごく飲んでみようと思って、ごくごく飲んだら、あれ？喉越しえぐない？みたいな。これが喉越しかってなったよ。だから、そっから、お酒飲めるようになったよな。